バーノン・クリストファー・カーターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州産マテオ郡レッドウッド式出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。メキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズ所属。2005年の MLB ドラフト15巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。2007年12月3日に、カルロス・クエンティンとのトレードで、アリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。 2007年12月14日にダイヤモンドバックス、シカゴホワイトソックス、オークランドアスレチックスとの間で三角トレードが行われ、今度はアスレチックスへ移籍した。2008年は、参加の A 級ストックトンポーツで39本塁が104打点。2009年は主に AA 級ミッドランドロックハウンズでプレイし、終盤にはトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。 合計で打率329、28本塁打、115打点、オプス992を記録した。オフにはベースボールアメリカ史選定の有望株ランキングにおいてマイナー全体で28位の高評価を受けた。2010年は主にトリプル a 級サクラメントでプレー。打率258ながら31本塁打を放ち、 8月9日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。しかし20打席無安打のまま一旦降格した。9月のロースター拡大に伴って最小格した後もヒットが出ずメジャー歴代ワースト記録にあと2つ迫るデビューから33打席無安打となっていたが9月20日のマリナーズ戦で待望のメジャー初安打を放った。9月22日のホワイトソックス戦では エドウィン・ジャクソンからメジャー初本塁打を放った。2011年もトリプル A 級サクラメントでスタートしたが4月22日に左手首を痛め6月4日まで故障者リストに入った。6月23日にジョシュ・イリンガムの故障者リスト入りによってメジャーへ昇格したが10試合に出場しただけでマイナーへ降格となった。9月に再昇格したが 結果を残すことはできず、前年を下回る成績に終わった。オークランドアスレチックス時代2012年は、シーズン途中にメジャーに昇格し、ブランドン・モストの2プラトン起用ながら218、打数で16本塁打の成績を残した。2013年3月1日、2013年2月4日に、ジェドラウリー、フェルナンド・ロドリゲスとの3対2のトレードで、ブラッド・ピーコック、 マックス・スタッシシと共にヒューストン・アストロズへ移籍。3月31日の開幕戦では3番左翼手で開幕スタメンを果たした。開幕から出場を続け、自身最多の29本塁打を放った一方で、史上4人目の2 0 3三振となる212三振を記録した。またこの数はアメリカンリーグ歴代2位の記録となった。2014年は打率こそ2年連続で、 220代に終わったものの、自身初の30本塁打以上となる37本塁打を放ち、シーズン終盤までネルソン・クルーズと本塁打を競った。特にオールスター以降、64試合で18本塁打と量産した。また三振を30個減らした。初級打ちでは打率。322.6本塁打を記録した。また、得点圏では打率。 270.53打点という成績をマークした。オフの11月7日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出されたことが発表された。2015年1月15日に、アストロズと417万5000ドルの1年契約に合意した。一類種のレギュラーとして129試合に出場した。3年ぶりに規定打席に届かなかったが、24。 本塁打を放って、通算100本塁打を達成した。12月3日にノンテンダー FA となった。2016年4月16日2016年1月6日に、ミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。シーズンでは、キャリア2回目の2 0 3三振えを記録し、リーグ最多の160試合に出場し41本塁打を記録。ノーランアレなどと並んで、 ナショナルリーグの最多本塁打のタイトルを獲得した。11月29日、エリック・テイムズとの契約によりブルワーズの40人枠から外れた。2017年2月7日にニューヨーク・ヤンキースと年俸300万ドル、サインボーナス50万ドル、インセンティブ最大50万ドルの1年契約で合意したと報じられ、16日に正式に契約した。6月24日に、 成績不振により、戦力外となり、6月28日に40人枠を、外れ、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダーズへ降格したが、翌29日に再度メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。7月5日に再度、ィーフとなり、7月10日に自由契約となった。2017年7月21日に、アスレチックスとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。2018年2月18日に、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。5月22日に、金銭トレードによって、ミネソタツインズに移籍し、ツインズ参加のロチェスター・レッド・ウィングスに所属した。移籍後は打率。187と低迷し、7月7日に解雇された。2019年2月13日に、 メキシコに帰化し、メキシカンリーグのモンクローバースティーラーズと契約。1年目ながら49本、119打点でチームを、牽引し、セリエデルレーでも勝利に貢献し、スティーラーズ初の優勝に輝いた。巨漢のスラッガーで、メジャーデビュー前は、右のライアン・ハワードと称されていた。2016年のブルワーズ時代に、本塁打王に輝いたが、低打率。 好三振であることから2016年のオフシーズン以後契約締結に苦戦するようになり、また日本球界への移籍が繰り返し囁かれるようになっている。ありがとうございます。